地域よらかで美しい存在に対して感動する芸術的な心を磨くようにする西洋哲学では真・よし・美の追求とよく言われますこのうち真を追求するのが科学や哲学であり善を追求するのが倫理学や宗教でありそしてよしを追求するのが美術すなわち芸術です芸術には 音楽や絵画などさまざまな分野が含まれます。また、良い香りを追求し、その香りを治療法として応用するアロマテラピーも、広い意味で芸術の一分野です。人間が芸術的感覚で美しいと思える存在は、絶妙な腸はバランスを持っています。同様に、 人間の健康も神秘的ともいえる絶妙な調和の上に成立していますこの調和した状態のことを西洋医学では恒常性ホメオスタシスと呼び東洋医学では基地の調和と呼んでいます音楽でも絵画や彫刻などの造形物でも人間などの生物でもすべての存在に最高に調和のとれた状態が存在しています そしてそのような時にその存在は一番美しい状態となります人間等の生物では一番美しい状態とは元気に満ちあふれた健康な時なのです人間が病気の時は体内の調和が崩れ向上性が保てなくなっていますこのような時調和の取れた美しい音楽や色彩や形や香りは 病気を癒すす。作用があります芸術的に美しいものは調和した波動を持ちこの調和した波動の影響で病的な波波動動が調和のれれた波動に変わると考えられます。このような目に見えない波動のような存在が空間を超えて伝わることがあるのでしょうか物理学的な証明は不可能ですがこのような現象を鮮やかに説明する理論があります。 英国の学者であるルパード・シェルドレイク博士が唱えた形態形態成上理論です。1918年英国ケンブリッジ大学のルパード・シェルドレイク博士は自然界の生物や無生物がなぜ特定の形あるいは行動をとるのかそうした理由について衝撃的な仮説を発表しましたそれが「形態形成上理論」です この形態形成上理論はなぜ人間は人間の形に生まれて人間らしい行動をするのかなぜ昆虫は昆虫の形に生まれて昆虫の行動をするのかという生物学上の大問題に対し新しい考え方を提供しています。今までの理論では遺伝子の中の DNA という設計図に全ての情報が存在し この情報によって細胞分裂が制御・コントロールされ、さらに細胞分化も統制された結果、その個体の形と行動パターンを作り上げるのだとされています。しかし、初めは1個の受精卵が分裂を繰り返して分化し、最終的にあのように見事に統一された有機体をどのようにして作り上げるかについては、実は、 DNA の作用だけでは説明しきれない現象が多く存在していることも確かです。例えば、家なり、複雑な機械を作るときは、突然作り始めるのではなく、まず、全体の設計図を作成してから作業が開始されます。そうしなければ、複雑な構造物を作ることはできません。シェルドレイク博士は、生物の場合も、 最初から完成された設計図のようなものがどこかに存在しているのではないかつまり生物のひな形のようなものがどこかに存在しているのではないかと思いついたのです具体的には目に見えない電磁波ないし気のエネルギー体のようなもので形成された鋳型のような元気が存在しこれを形態形成上と呼んでいます 生物体の形態や行動が決定されるというのがシェルドレイク博士の理論ですシェルドレイク博士はこの形態形成上は反復によって強化されそれが時間と空間を超えて世界のすべての同種の個体に伝達されるという仮説を打ち立てました何らかの原因で異なった形態や行動様式が出現すると それが形態形成場を作って世界中のう種類の生物の間に広がっていくというのですつまり突然変異なども形態形成場を通して生物の間に広がるというのですシェルドレイク博士はこれを形態の共鳴と呼んでいます形態形成場は形態だけでなくその行動にも適用されます例えば 日本の宮崎県の高まで一匹の猿が芋を洗って食べるという新しい行動を始めましたするとその行動を真似して芋を洗って食べる猿が現れましたそしてその行動を真似する猿の数が一定の数に達した時高島以外の離れた場所の猿も一斉に同じ行動を始めたという話がありますこれなどは シェルドレイク博士のの説を裏付けるものと言えますシェルドレイク博士は彼の仮説を証明するために大がかりな実験を行いましたイギリスでテレビ番組を通してたくさんの人々に回答を教えた問題をその問題のテレビ放映がなく回答を知ることができないアメリカスイスイタリアオーストラリア南アメリカでも出題したのでしたこの時もちろん どの国においてもテレビ番組で回答を教えていない問題も同時に出題したのですこの結果イギリス国内にテレビ番組で回答を教えた問題の方が回答を教えていない問題に比較してアメリカスイスイタリアオーストラリア南アメリカなどでも正答率が7割以上も増加したことが確認されました アメリカスイスイタリアオーストラリア南アメリカの人々はイギリスとは遠く離れているために問題の情報が届くはずはありません通常考えられる通信手段以外で問題の情報が伝わっていったと考えなければならないのですつまりある一定の数の業績を作ることに成功すればその形態あるいは行動パターンが 他の多くの人々にも伝わるというシェルドレイク博士の仮説を裏付ける結果になったのです。医療現場でよく見られる薬剤耐性菌も医学的には突然変異した細菌が直接接触ないし、しぶき感染、咳などで飛び散っていく感染様式によって広がっていくと考えられています。しかし、か実際は、 1一個所で耐性菌が発生すると信じられないくらいの速さで世界中で同時多発的に同じ薬剤耐性菌が発生することが多く直接に菌が伝染していくというより形態形成上を通して世界中に広がると説明した方が実際の現象をよく説明できると思います。世の中にはその時代に特有の流行があります。 流行り歌のような音楽に始まり服装やソーシングなどファッション新興宗教や共産主義等の思想まであっという間に世の中を覆い尽くしたように流行したと思うと中にはすぐに廃れてしまうものもありますこのような流行という現象も一人一人が理解し納得した上で受け入れているというよりなんとなく その場の気分で流行に押し流されているという感じが強く、これも、携帯形成上から発信する波動の影響であると考えた方が良さそうです。また、世の中には、どう、重要な出来事が、何の関連性もないのに、同時多発的に起こることがあります。どう、重要な交通事故、どう、重要な殺人事件、どう、重要な自然災害等です。 私の経験でもめったにない珍しい病気の患者さんが伝染病でもないのに同じ時期に何人も病院に来ることがあります。このような現象を京都規制シンクロニティスンイロニツがあると呼んでいますがこれも携帯形成上理論からの立場から考えると携帯の共鳴であると説明できます。駅の地区による占いも、 京都規制のの原理から予想を立ちるものですこの世ではすべての存在が固有の形態形成上を持っており調和の取れた形態形成上と不調和な形態形成上が存在しています。病気の状態では人間が不調和な形態形成上に存在しているわけですから病気を治療するためには 調和の取れた形態形成上の影響を受けるようにすればよいはずです。調和の取れた形態形成上は調和された波動を周囲に発信していますから、そのようなものを身近に置くか、その近くにいて、その調和された波動を受けるようにすることが病気の治療に有効であると考えられます。このためには、 調和された形態形成上を持ち周囲に癒しの波動を発している存在に身を委ねると効果的ですこのような存在は元気な人間健康にあふれた生物美しい音楽美しい色彩や造形かぐわしい香りなどですこれらを有効に使えば病気も飛躍的に改善し治癒に向かうはずです